川端です。よろしくお願いします。今回は国立高専ということで、長方形がありまして、縦が30、横が45です。で、O を中心とする扇形、弧、BE を描いて、ただし、この半径はですね、この AB の長さと等しい、つまり30という具合になります。その時の弧の長さを求めなさいという問題です。弧の長さを求めるためには、今半径が30と分かっているわけですから、ここの中心角さえ分かれば答えが出るということになります。じゃあ、ここの中心角何度かなというところなんですけれども、今、ここのね、長方形っていうことで、この90度以外はちょっと分からない状況ですね。で、そういう場合は、角度が分かる三角形を見つける。もしくは作るというのがポイントになります。で、非常によく出てくるのが、この三角上下ですね。比がここ1対ルート3対2と、こういう直角三角形が見つかればですね、30度、60度、90度になります。で、実はこの直角三角形がこの図の中にありますよね。今、AB が45で BO が30。つまり AD っていうのは BC の長さと等しいわけですから、45-30でここ15ですね。ってことは、この直角三角形が15対30で1対2、つまり1対ルート3対2の直角三角形、つまりここ60度と出るわけですね。60度。したがってここが180から60引いて120度という具合に出ます。そうすると、ここの弧の長さは直径 30×2×π×360 分の120度という具合になって、これを計算して、約分して3分の1で 30×3 で10、10×2 で20、20π というふうに答えが出ますよということです。ということでね、扇形の弧の長さとか面積求めるためには必ず中心角がわかりますから、で、今回の場合は、角度がほとんど与えられてないので、角度がわかる三角形を探す。で、一番よく出てくるのは、この30、60、90度、1対ルート3対2の直角三角形を探す。っていうのをね、一つで意識するといいんじゃないかなというふうに思います。わかったかな？以上で解説を終わります。